川です。今日は商売繁盛の書き方をサンプルとしてお見せします。まず打ち込みちょっと入れてください。大きな屋根を作ってください。ちょっと大げさに描きますね。こんな風に大きく描きます。今から解説をいたします。まず打ち込み気合を入れてください。で、最初の線はちょっと右上がり、やる気を出すためです。あとはここは未来方向にちょっと開く、開けます。そして広く横線を描きます。これ行動力ですの で、ここに大きな空間を作りながら、ここにも大きなエネルギータンク、倉庫、金庫を作ります。大きなお屋根を作って安定した商売を目指します。こちらも羽を入れて大きく広げることで工房型にします。最後も工房型、ここを大きく開けてますが、これはサンプルですので特に大きく開けました。これは金庫のつもりで大きく大きく書いてください。からエネルギーの流れがスー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 流れていくような、ちょっとした空間をどこにでも作るように書いてください。すべての字が末広になるように、お商売繁盛を祈ってこのように書いていただけるといいと思います。以上です。